そのほのぼのに腹があって2日間、ほんとどこ行っちゃったんだろう。もう家でとかよしてよ。マジ一人部屋最高。あんたのベッド寝心地最高だった。今日帰ってくるのか。私ほんと一人っ子がいいって思っちゃった。ただいまー。全部聞こえてたよー。ということで本日はほのぼの2泊3日から帰ってきて、まさかお土産あるあるのあいつ買ってきてないよねのコーナーでございます。何を学びに行ったんですか？スキーを学びに行きました。はい、お土産も買えたんですよね。買いました。いくら持ってたの？2000円。2000円、秒でなくなる金額なんですけれども、ちょっと前にパッキング動画、移動教室持ってくもののパッキング動画紹介をしたんですけれども、その時に私はお土産なんて買わないでね、全部お小遣いするんだよっていうことを言ったんですけれども、買ってきてくれましたよね。全部買いました。2000円ぐらい使ったよ。ちゃんと残りね40円ぐらいだった。結構計算して買ったね。そうということで本日はほのぼの帰ってきて早々お土産紹介してもらってみた。しかも今日リビングからお届けしております。自分が食べたいものとね、みんなが食べたそうなものとね、のんちゃんが食べたそうなものをね買ってきた。ありがとうございます。ちなみにオープニングは演技だったんですけれども、もう帰ってきて早23日経っております。まずこれからいくか。え、これ最後だよ。なんか見えた今。最後？うん、そう、これ最後。このパッキング動画でも言ったんだけど、他のもの用意してもらっといて。お土産ショップってよくあるあるってあるじゃないですか。お土産ショップあるある。ほのぼのがパッキングの時にあげてたのは目ん玉が飛び出るやつ、なんか一時期スクイーズ認定とか言って飾ったやつなんですけど、スクイーズ認定懐かしい。あとはモケケ。あ、モケケ売ってなかったの。あ、売ってなかったんだ。あとは、まあ、男の子だったら意味のわかんない刀みたいな。あとなんかなんちゃら玉あるじゃん。あるあるある。なんだっけ、なんていうんだっけ、この石。わかるわかる。で周りに龍がついてた。あ、出た。ある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 。パーキングエリアに売ってるやつあるある。あれだけはよしなよっていうお話をしたんですよ。しかもさ、うちのクラスさ2番目だったんだけど、めっちゃ商品少なかったの。お土産みたいなのが他のクラス買えたのかなっていう。じゃあお願いしていいですか。まず自分が食べたかったこちら、ショコラ餅でございます。チョコレート。何かを隠してますねこれね。なんかさ、これさ、1000円ぐらいみたいなさ入れ方で何が出てくるかな。時計かな。はい、ほのぼの正解、時計が出てきました。これ G ショックですよね。すごい高いやつです。これ多分2、3万するから元取れましたね。ということでこちらお餅が入っております。美味しそう。これ私が振ったから多分粉今めっちゃ飛んだよ。ごめんなさい。大丈夫、私も振ってたから。冷やしたくない？あ、冷やそっか。じゃあ冷蔵庫、冷凍庫へ。これ実はのえのんの卒業式の1日で撮ってるから、今リビングで撮影してるんですよ。これからケーキ食べんのよ。この広いこの広いおーなのでちょっと今日は無理だけど、もうこれ冷やそうとりあえず。ちなみに先ほどからちょっと映ってるこのお花たちは、私がまみこパピコほのぼのからいただいたお花で、私がまみこパピコほのぼのにあげたお花です。じゃあ次、のんちゃんに買ってきました。はい、いいんですか。信州ってめっちゃ書いてあるんですけど、チョコが名産なんですか？そうなんですよ。私生チョコ大好き症候群なんですよ。これ冷蔵庫に入れなくて大丈夫だったんですか？3日4日冷蔵庫入れてないですよね。なんか顔が変ですよ。いや、わかんない。なのも中学校の時はスキー行ったんだけど、もうその日で滑れた。ほのちゃんは？うち2時間滑れた。私それ多分1時間ぐらいで滑れて、その後だから後でするから。ねえ見て、ガチ生チョコじゃん。マジありがたい。高いか安いか。でも結構多くない？結構多い。超嬉しい。これ30個入ってるから、いつも食べたいなと思って。のんちゃんも生チョコ好きだなと思って。大好き。これも冷蔵庫。全部冷蔵庫なんだけど。私チーズケーキが好きなんですよ、これは家族みんなでケーキとして食べたいなと思ったんだけど、これもまた信州でバリバリ書いてあるやつね。これね、開けたら分かるんだけどね、めちゃくちゃ美味しそうなケーキなの。しかもでも今日ケーキ食べるじゃん。あ、食べれないなって思って結構ショック受けてるんだけど、明日友達とケーキ食べるんだけど、これ持ってこう。ダメ。あ、また1000円ガチャ。これさすがに振ったらねやばい、アウト。はい、1000円ガチャ開けます。あ、こうだ。うわ、これ iPhone と同じだ。ああ、これチーズケーキでしょ。うん、なんかこれ冷蔵庫入れなくて大丈夫？全部多分冷蔵庫入れるの忘れちゃった。なんか粉みたいのも入ってて、これ多分粉を振って食べるんだと思います。美味しそう。私が全部いただきます。いいじゃん、美味しそう。で全部一旦冷蔵庫にしまいます。はい、売り切れてたから買えなかったんだけど、シャインマスカットのオーダー GO が売ってた。マジ？うん、でもね売り切れてた。新種だったんでいろんなリンゴのものめちゃくちゃあったんだけど、チョコに集中した。自分のただ食べたいものだけにした。なんか一番みんなが買ってたものとかないの？お菓子買わなかった？あんまり。でもチーズケーキ買ってる人はうち含めて3人。へえ、新種チーズ有名なの？いや、そういうことじゃない。絶対違うよね。そこの旅館も多分さ、もうキッズがさ2000円持ってさ何買おう何買おうって言って2000円使おうとするからボロ儲けだよね。ボロ儲け。以上ですか？で、じゃあね、ちょっと待ってください。先ほども言いましたけれども、お土産ショップあるあるはね、避けようねって話をしたんですけれども、さあ何が出てくるかな。あー、来ましたみんな大好き、お土産ショップによく売ってる犬か、何かわからないこちら。キツネじゃないの？私もキツネかなと思ってマミコに見せたら、私それ犬じゃないキツネ犬論争で論争が始まりました。これは何のパワーを持ってるんですか？分からなくて、上にタグがついてなかったんだけど、色が良かったから。あ、色が良かった。330円もそのこれで高っ。あんだけね、動画で言ってたから、さすがに買ってこないでしょと思ったんだけど、買ってきたから、あ、分かってんじゃんみたいなしかも私これ買って帰ってきて「マジで?」とか言ったんだけど、なんか逆にさ、一周回ってほしいんだけど、これつけたい私もそんだけ言ってるけど、スキー教室行った時、スキーのさ板みたいなのあるじゃん。あって、売ってた。そうでしょ。でそこでその旅館の名前が書いてあるやつあれしっかり買ってるから、買ってるからね。かわいい。一番安かったのは220円だったんだけど、それだと何個か入ってたから。ちなみに他にこういうおもちゃ系は何があったんですか？尻尾。ああ、ギャルがつけるやつ。わかんないけど、こんぐらいの細長い尻尾があって、あとはこういう石みたいな。ああ、まがたま。それだ、まがたま。これ、空張りは結構いっぱいあったよ。マジ？黄色とかオレンジとかなかった？なんで青？ケンティー？いや違う、友達も青にしてたから。ああ、友達とおそろで買ったんでしょ。ウケる。すごい、友達のセンス最高。かわいい。これ学校つけていく感じ？うん、どうしようかな。でもさ、私どうしようかな友達とお揃いで買ったでしょ、つけなさいよ。どうしようかな。で、その友達もつけてないから別にいいかなみたいな。でさ、これ学校つけてたら汚れちゃうじゃんそれ言い訳でしかない。いいな、私もそれ欲しい。今度ちょっとパーキングに入れた顔ってことで以上。うん、ありがとう。イヤリングとかにめっちゃ良くない？素敵じゃん。あ、好きだよね、もんちゃん。ということで、ちょっとさすがに移動教室で YouTube は回せなかったので、ここでちょっと少しだけね、2泊3日ですね。2泊3日、信州スキーツアー感想を聞きたいと思うんですけれども、まず1日目着いてから、開会式してというか、すっごい長いよねあれご飯食べる前に、目の前にご飯あんのにさ、いただきますして、まあ、ご飯食べるわけです。で、着替えるじゃん。で、1日目に2時間だったらしいんだけど。2時間だけ？確か2時間だけ。で、今日リフト乗りたいかみたいな話になって、みんな乗りたいって言って1日目でリフト乗ったの。だから経験者の人たちよりもなんかめっちゃ滑ってるっていう風に最終日に言われたんだけど、とりあえず1日目はそれで終わって、私疲れすぎちゃって、運動してなさすぎて疲れすぎちゃって、お風呂出て夜ご飯までの時間が結構あったの。1時間ぐらいあって、結構あんね。全部寝てた。行きのバスは寝てた。アウト。パーキングエリアで起こされて、トイレ行かないといけないから、パーキングエリアで起こされて、それでそこからずっと起きてた。じゃあ夜は9時とか10時に寝た。えらい子かよ。11時間。ちょっと待って、もう3泊4日ぐらいした方がいい。この人もう家帰ってきてからスマホに執着しまくってるし、もともとスマホ依存症だから結構取り上げられてるとかしてるんだよ。だからそんな早く寝れるんであれば、朝から晩までスキーで疲れて寝た方がいいと。昨日でも早くなったのね。ああ、なんか昨日寝るの早かった。でこの人に12時58分に起こされた。あんたもう8時だよ一瞬目が空いたからね、起こしただけで、無理やり起こしたわけじゃない。で、2日目は6時に起きて。何時に起きる予定だったの？6時半。まあ普通に起きてご飯食べて、私朝のごちそうさまの係だったんだけど、声出ないじゃん朝って。今日は2日目です、一日中式あるので頑張りましょう、そんな感じで言うのウケる、ごちそうさまでしたみたいなのをマイク越しに言って、また先生がべちゃくちゃべちゃくちゃ喋って、言い方で、お昼カレーだったのね。でカレーは3杯おかわりして、ああカレー食べる。あ、そうほのちゃんカレー大好きなんだよね。カレー3杯おかわりして。辛かった？うん、辛くなかった。あ、ちょっと辛かったけど、辛くなかったんだけど、スキーをしたんですよ。夜はお土産買ったのね。ああ、そうなの。2日目の夜に買ったんだ。何時に寝たんですか？9時とか。ああ、めっちゃ早かったんだよねその日。就寝時間よりも早く寝たんだけど、5時に目が覚めまして、怖い夢を見て。朝の5時に怖い夢で起きる。はい、それ多分いわくつきですよね、そこの力は。だから怖い夢を見て起きてしまって、その夢の話聞きたいな。5時かと思って寝たんですよ。で起きたら6時だった。でまた準備して、で最終日やったんだけど、もうね、足腰が痛すぎて、ここね、この足の付け根がめっちゃ痛いの。スキーやってる時は全然感じないんだけど、スキー経験者のことですこれ。スキーやってる時は何も感じないんだけど、スキー終わった後に歩いたりすると痛いのよ。そうでお昼食べて帰ってきたんだけど、予定よりもね早く帰ってこれたらしいよ。そうなんだ。出発も予定より早かったらしい。へえ。ちなみにちょっと怖い夢簡単にお話ししてもらっていいですか？怖い夢ってあんま覚えてない。でもね、何回かねこの夢は出てきてるんですけども、東京プールあるじゃん。ああ、言ってたね。言ったことあるっけ？あ、ごめんなさい、動画では言ってないです。私に言ってました。言ったことあるっけ？なんか東京グールのガチの夢みたいな感じとか出てきたらしい。なんか一匹そういうのが紛れ込んじゃってみたいな。私あるあるだからか知らないんだけど、夢の中ってどうしても早く走れないの。私もそう。夢の中基本的にそう、待ってってずっとこうやってこうやってやって、そうこれぐらいのスピードで頑張って坂登ってんの。しかも坂もそんなに急じゃないのに。ホントにさ、ちょっと夢の中のこれやっていてくれる？私悪い人やけば。え、そうなの？そうなの？お前は走れるんだよ。でも車はめっちゃ速いみたいな。追いつかれちゃって起きないとと思って目覚めたら5時だった。私はなんかごめんね、夢の話ばっかり。大体そういう風な現状だったら、追いかけてる人にごめんなさい、ちょっと心臓痛くてって言うと、大体その犯人たちは止まってくれるの。そうなんだ。なんかどこか痛いんですって言ったら大体止まってくれるから。たまにあるのは、私それで目をパチって開けるんだけど、動かなくて金縛りになっちゃうことが多い。のんちゃんに助け呼んでな、のんちゃんのんちゃん言ってんのに、のんちゃん気づかない。声で出ないからさ、金縛りの時って。ということで、東京グールという漫画の話が出たので、今日ですね、ほのぼの近況報告を2つ用意いたしまして、まず漫画からいこっか。漫画ですね、昨日でしたっけ、おとといでしたっけね、漫画を買いに行ったんですよ。生意気盛り、私14巻まで持ってたんですよね。14巻まで持って、ごめんなさい、13巻持ってきてしまったんですけど、13巻持ってきて、14巻まで持ってたんですけど、スマホのメモには17巻までって書いてあったんですよ。なぜこれが17巻までって書いたのかわからないんだけど、17巻まで家にあるよっていう印なのかなと思って18巻から買ったんだけど、家になかったため、今度15、16、17を買ってきてもらうことをお姉さんに予約したんですよ、 LINE で。でその結果、今日はやっぱ早く帰ってくるということで、明日買ってきてもらうことになります。ごめんなさい、今日ね買えなかったんで。で私、何が恐ろしいって、これ古本じゃなくて新品なんですよ。そう、1冊450円するんですよ。何冊買ってますか？5冊買ってるんですね。大体2500円ぐらいなんですけど、どこからこのお金前置いたんですかね？おばあちゃんがこの前家に来た時に。あ、そうですね、ひな祭りで明かりをつけたらね。ということで、あと3巻お願いしてもいいですか？ああ、私ですね、はい、あなたに LINE したので、はい、明日お願いします。他のはお願いします。ということで、最後はずっとしてたんですけども、こちらのカラコンめっちゃ良かったのでおすすめします。例えば私、最近アイクローゼットっていう、この縁ありのねカラコン、これお餅カラーらしいんだけど、これがなんかそのバンビシリーズとか使ってる人で、目ん玉が黒くなっちゃう人におすすめみたいなので買ったんだけど、めっちゃ良かったんだけどね。でこれ通販で買ったの。私も通販で買おうと思って、なんかさ、ドンキ行くのもちょっと面倒くさいじゃん。私一番ドンキでカラコン買う派なんですけど、最近通販にしたんですけど、買ったのがこの2個。下がバンビシリーズで、上がアシカキララさんがプロデュースしてる愛されうさぎか。そうそう、これはねめちゃくちゃ良かったのよ。キュンの宣伝写真の時も私これつけてて、一番この縁があるカラコンで、ナチュラルボンってなるんじゃなくって、自然の縁っていうの、縁はあるんだけど自然な目にしてくれるのがこれだったので、私はこれを買ったんですけど、グレーっぽいカラコンも欲しくって、今日つけてるやつ、そう今日つけてるのがこのバンビシリーズのやつ。結局バンビシリーズ、そうバンビシリーズのやつ、グレーもう1種類違うやつ買ったことがあるんだけど、こんな感じ。ライト入ります。わかる？怖い怖い、その見せ方何？こんな感じの色なんですよ。めちゃくちゃ可愛いじゃん。ちなみに今日はまつげにタバカンを出そうとしたら失敗したんですけど、出たその近況報告。ギャルっぽい感じになってるんですよ、このカラコンをすると。わ、はい、かりますか、はい、日によって変えようかなって思って、一番おすすめしたいのはこれ、この愛されうさぎ。ギャンいい。これはリピートで3つ3箱目ぐらいかな。バンビシリーズは結構いろんなのをうろちょろしてる感じです。はい、ということでほのぼの移動教室から帰ってきたよの動画でございました、はい、私も移動教室行ったよって日とグッドボタンちゃんとしてよろしくお願いします。本当は去年行く予定で、そうだよね、で行く日付も2月ぐらいに決まってたんだけど3月に延期されちゃって、やっと行けたみたいな、ね、もう延期を重ねて行ったみたいです。よかったですね。ということで私よくスキーやるよって日とグッドボタンちゃんとしてコツ教えてください。それではまた次回の生番組でお会いしましょう。バイバイバイちゃん。低くなり響く音、透明